日本東京都世田谷区世田谷地域3県、茶屋3県茶屋は、東京都世田谷区の町名。現行行政地名は3県、茶屋1丁目及び3県、茶屋2丁目。郵便番号は 154-0024? 愛称は、3茶。3県茶屋交差点から世田谷通りとキャロットタワー茶、サー通り、世田谷区の中でも知名度の高い商業地の一つで、あると同時に、 吉祥寺や自由が丘同様、住みたい街などのランキングの上位に名を連ねる人気の住宅地でもある。渋谷に近いことや芸能人が多く住んでいる街であること、カフェブームの流星に多大な影響を与えたことなどから、おしゃれな街やトレンディな街などとして語られることも少なくない。また、駅前のエコー中店商店街やスズラン通りなど、レトロな街並みも多く残っている。 東急田園都市線、東急世田谷線の3県、茶屋駅、及び、周辺の再開発事業の一環として建設された、複合ビルキャロットタワーがランドマークとなっている。東京都世田谷区の中央部に位置し、東に出場、南に、野沢、上馬、北に、若林、大志堂に接する。旧、江原郡中馬引沢村、下馬院沢村。 大衆道村等の一部であった。三軒茶屋が正式な地名として定められたのは1932年の世田谷区成立時である。江戸中期以降、社寺三系ブームで賑わった大仙堂とり戸堂の分岐付近に、しがらき、墨屋、田中屋の三軒の茶屋が並んでいたことに由来する。この呼び名は、文化、文政の時代にはすでに一般的なものとなっていたようである。 第三道は、現在のほぼ国道246号にあたり、瀬田・双子橋をあたり、大仙へ向かう。り戸道は、池地行地の瀬田谷大館屋敷屋瀬田谷の上町を通って、上戸に向かう街道筋であり、現在の瀬田谷通りにあたる。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、3軒。 茶屋2から28から4の地点で93万5千円平方メートルとなっている。世田谷区の住宅地で最も地価が高い。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。